エア・香港は、香港を拠点とする貨物航空会社である。香港を拠点とし、貨物便のチャーター輸送を行う貨物専門の航空会社である。1986年に設立し、1988年からボーイング707型機を使用して運航を開始した。1997年に英国系企業で、香港の大手財閥の一つである。 スワイヤーグループのキャセイパシフィック航空がエア香港の約75%の資本を取得し、現在は事実上キャセイパシフィック航空の子会社となっている。2002年4月、密接な業務提携関係にあるエア香港とキャセイパシフィック航空は業務の効率化を図るため、エア香港が主にアジア地域の貨物輸送を担当。 キャセイパシフィック航空がそれ以外の地域の貨物輸送を担当することとなった。それまであったエア・ホンンの香港からブリュッセル、マンチェスター、ドバイに至る拡張距離路線は廃止され、キャセイパシフィック航空の貨物部門が同路線を引き継いだ。また、現在では大手国際貨物輸送会社の DHL も業務提携関係にある。日本の空港へは、成田、関西、 中部の各国際空港へ定期貨物路線を運行している。香港国際空港を拠点とし、すべて香港アジア路線の貨物便を運行。エアバス A300 から 600RF ボーイング747から400バイト CF ボーイング747から200回機体カラーリングについては、業務提携関係にある DHL のコーポレートカラーに習い、ホワイトを基調として美翼から、 機体後部にかけてと左右エンジンカバー部分が黄色にペイントが施してある。加えて機体後部に赤い文字で DHL のロゴマークが入っており、機体全部には赤い文字でエアホンコンとペイントされている。全体的には非常にシンプルな仕様である。ありがとうございます。